世の中にはこんなすごい人がいるんだっていうのを一番最初に思ったのが松坂大輔ですからね。はい、おお、おはようございます。松坂チャンネル始まります。まあ、この格好をしているので分かると思いますが、今日はイーグルポイントゴルフクラブに、ゴルフに来ています。まあ、いつかは、まあ、僕のチャンネルで、まあ、一緒にラウンドしているところを撮りたいなと思ったんですけど、ようやくその日が来ました。この方です。上重聡さんです。やってまいりました。フリーアナウンサーの上重聡でございます。26年前のリベンジに来ました。ありがとうございます。これに出るためにフリーになったと言っても過言ではありません。まあでもちょっとね、それはありますよね。局アナ時代は YouTube に出られなかったので、はい、いやちょっと僕ついに来ました。楽しみにしたんで。あ、本当ですか。まあね、多分サトシがね、多分ゴルフしてるのが出るなんて、はい、そうでしょう。はい、ゲームやめて。やっぱりね、アナウンサーという癖が、まあ今もアナウンサーなんですけど、カメラ向けられると、そうとアナウンサーこう仕切りたくもなるし。なんですけども、はい、自分のタイミングで、はい、敬語やめてください。わかりました。はい、1998年8月20日、あの夏と同じ青空ですよ。この青空の下、私はこうやって負けたんですよ。今日は逆に松坂さんを交差して、片膝、はい、つきますか。フィールのチームメイトの思いも背負ってきてるんで、はい、まさに負けられない戦いです。そうですね。はい、また今日も横浜対PLの戦いが始まります。皆さん最後までご覧ください。よろしくお願いします。じゃあ行きますか。はい、はい、お願いします。勝ちます。じゃあ、あの時と同じ、あの試合と同じ横浜高校先行で松田さん、先お願いします。序盤気をつけてね。あの試合も立ち上がり悪かったから。こっちはもうあの日のことを意識してますよ。だから今日水野で来てますね。そうじゃん、水野のグラブにね、水野のスパイクでしたから。じゃあ、すいません、よろしくお願いします。お願いします。わー、こっちのサイレンをやってみました。おー、ナイスショエッグ。ナイスショ。何何、金属バット、金属バットですか。高校時代生まれて金属バットで来た。金属バットで今年から低反発になるからね。そうだ、飛ばなくなるんだ。ボールを置くときに手が震えてました。そうなんですよ、私あの試合先発じゃなかったんで。先発の気持ちがよくわかんないんですよ。じゃあお願いします。お願いします。あ、そこセーフですよね。すごい、セーフ。立ち上がり打たれてるよ。キャリーさんの顔やり直しますかみたいな顔だったよ。そうはさせません。カメラ回しながら、はい、ゴルフないでしょ。ない、だからちょっと緊張しちゃった。カメラに慣れてるはずなのに、やっぱり回ってる時はリフレできた記憶がない。あ、独特の緊張感がありました。画面の向こうで見られてる。いやいや、逆に言うとそれ、私は慣れてるので強みにしなきゃいけないのに自分がカメラにビビってたっていう。横浜のね、先制攻撃もあり。そうですね。いや、あの試合は3点うちが取ったんですよ。先制したのがね、PL だからね。前の日にあれでね、寝られなかったんだよね。だからちょっとあの体がこう起きてなかったみたいな。8時半試合開始、はい、だったよね。はい、あの日は。で、あの4時間前にね、こう起きて体を起こすっていうのが、ね、4時間前には起きないとっていうセオリーですから。チームの起床時間が確か4時だったんですけど、寝られず、多分前に試合してるからね、多分興奮して1時か2時ぐらいにようやく寝られたんですよね、確か。私も昨日は緊張と興奮で夜9時に寝ました。あ、すいません。めっちゃ寝てる。あちらに、あちらでしたっけ。あちらに、あ、そうでしたっけ。
一緒に歩きたいんですあの王道真ん中を。ケンさんが走るね。お待ちになってます。ちょっと、はい、狙えないので。焦らない焦らない、ナイスです。試合は長いたっぷり睡眠は取れたようですね。それがですね、はい、運動会に行く日の小学生のように、ええ、興奮して夜中1時に起きてしまいました。ほんま1打目最高の、もう最高の滑り出しですよ立ち上がりの悪い僕からすると、あのアベマの企画で、はい、ちょっとフォーム改造をしている最中でございまして、ロングゲームはいいんですけど、はい、やっぱりこうショートゲーム、うん、やっぱちょっと難しいんですよ、距離感というか感覚ですよね。無難な立ち上がりですね。あれとまずいな。あれあれ。上重さん、ちょっと視聴者の皆さんをがっかりさせないように、なんとか食らいついていかなきゃいけないのに。カメラの前で、はい、視聴者のゴルフするのは、僕にまだちょっと分がある。まあそのうち慣れるでしょうけど。はい、大輔さんもだいぶ慣れました。そうですね。なんか結構ゴルフって。打つ時ですか、ね、集中させる環境にあるじゃないですか、はい、一応、はい、でもで何度かこう試合出させてもらったりとか、はい、まあ、YouTube 撮影したりとか、はい、なんとなく視界にカメラとか、はい、そのやっぱギャラリーのこう人たちが入るとやっぱりこう意識しちゃうんですよね。あ、経験しないと慣れないというか。確かに確かに。乗せてボギーでいいよ。うん、なんとか、ちょっとまず落ち着いて、はい、ナイスタッチ。少し下り見た方がいいですか。下り見ていいと思います。スライス。スライスで、ちょっと切れますかね。本当に合わせて2つから3つは見てはいいかと思います。はい、どっちに1失点なのか2失点なのか大事です。フックですよね。少し。よし。1失点で踏ん張った。ちょっと粘り見せたね。ピッチングと同じ。ランナーは出してもなんとかしのぐという。プレイしながら実況してますね。ちゃんと実況プレイしながら実況してますね。完全職業病です、はい、やっぱり喋って自分のペースを作っていくっていう、この21年はダンスやってますんで。いやちょっと落ち着いてきました。落ち着いた。ちょっと落ち着いてきました。最初はやっぱり慣れなかったね。やっぱ取られながら回る、やっぱ喋りながら回る リズムがね、やっぱり普段と違う。慣れないですね、あの、はい、こんなにアップで、アナウンサー21やってますけど、取られたことないですもんね。ボギーでしょ。ボギーです、はい。この上を越していくとショートカットになりますので。コースしてね。ドライバーを握ってるってことは上を行くってことですね。あ、捕まっちゃった。ちょっと立ち上がり良かったんで満身があると思います。おお、
完璧。ありがとうございます。真ん中を歩きましょう。ようやく追いついてきました。ちなみに大輔さんは昨日寝れました？僕は、いつ寝たかわからないぐらいのタイミングでもう寝ました、ね、睡眠時間は取れてますね。ちなみに、はい、上重さんのベストってスコア、ベストはですね、はい、一応71なんですけども、おおすごい、はい、波が激しいので、はい、特に今のドライバーが安定するか安定しないかでもう90台もありますし、はい、ハマるときはそういうスコアも出るかなという感じですね、はい。大ちゃんとゴルフすることが多いんですけども、はい、あ、そうなんですね。多分50回に1回ぐらい勝てるかどうかっていう感じで、はい、そうなんですよ。でも非常にありがたいのは、プロ入って1年目のオフですかね、あのゴルフ、はい、彼も始めて、でクラブをもらって、うん、お前も始めろと、はい、いうのはあのいろんな人をこう紹介したりとか、はい、年齢関係なく一緒に回ることができるので、はい、絶対やっといた方がいいよって言われて、あの西武の選手だとかコーチの方とかと一緒に回らせてもらって、こうお話を聞けるっていう機会を作ってくれたので、そういう意味ではすごくこのゴルフ、はい、大ちゃんが言ってくれないと始めてなかったので、はいはい、感謝してますね、はい。彼は究極の負けず嫌いですから。そうですよね、はいはい、一度あれ1年目か2年目のオフに、はい、ボーリングに行ったんですよ。ボーリング、はい、で当然右手を使ってはダメなので、な左手でやって、はいはい、我々右手でやったんですよ。利き腕じゃない方ね、はい、利き腕じゃない方で、はい、じゃあまあ勝ちますよね我々。おそれが悔しくて結局勝つまで20ゲームやりました。で最後はもうあのあんまり大きな声じゃないですけど、はい、負けてあげましたじゃないと帰れないんで、 あれ多分夜中の4時ぐらいまでやってたんじゃないですかね。なるほど、はい、それぐらいやっぱり負けるのが嫌なんですよね。だから今日も多分松坂大輔チャンネル見てますけども、はい、あんまり負けてないですもんね。あ、そうですね、はい、なかなか、はい、なんで負けて悔しがる姿を今日は視聴者の皆さんにお届けしたいなと思うんですよね。そのためにも頑張らないといけないっていう、はい。僕がプロ入って、まあ、ゴルフを始めて、はい、サトシも大学何年生の時だろう、初めて、はい、あの休みの日に連れてって、はい、100ぐらいで回ったんですよ。あ、そうなんですか。一番最初のゴルフ。すごい。じゃあ、ドリクリに宿泊して、400ぐらいで回ってすごいっすね。やっぱセンスありますよね。はい、はい。なんでも、やっぱ無難にこなせるっていうか。はい。ああ52度で。はい。この脱出したいと思います。おー、ナイスです。ピンまで160なので、はい、ちょっと風も少しだけフォローということで9番でいきたいと思います。はい、止まっ、はい、おー、ありがとうございます。85ヤードぐらいのフォロー、はい、56で、56、このリカバリーがやっぱりうまいんですよね。で上がってみるとやっぱり同じスコアみたいなことが多いので、やっぱり彼のすごいところってマウンドでもやっぱ修正能力ですよね。プロの方に聞くと先発、まあ、年間30試合したとして、はい、あ、絶好調だっていう日って1試合か2試合しかないらしいんですよね。いますよね、はい、なので普通か悪い時にいかにいいぐらいまで持っていくかっていうところがシーズン通して大事だっていうのもよく聞くので、そういう意味でやっぱり普通悪い時にいかにマウンドで修正して良くするかっていうところの能力がすごい長けてると思いますね。なるほど。とはいえ上重さんも、はい、そうですね、ナイスオンじゃないですか。ナイスオンなんですけど今日グリーンが難しいので、はい、ここからの3パットが一番良くないですよね。
ここのグリーンが難しいってやっぱ傾斜ですか。傾斜とあとはやっぱりなんか思ってる以上、まあ、あのもちろん今日何フィート出てるとか、はいはい、あの情報は入れるんですけど、それもやっぱり早く転がるあっていうんですかね、はい、ああ自分が思ってるよりも結構止まりそうで止まらないみたいなのが結構長く出るイメージがあるんですよね。登ってるからいい感じかもしれないですね。これなんですよ、止まりそうで止まらずこすって来ちゃうんですよ。多分今の他のところだと割といい、まあ、多分いい感じだったと思います、ね、はい、確かに確かに。うわパーですもんね、あれあっちにいましたよね。そうですね、おかしいな、これがよくあるんですよね。これ私外せばもうこれパーつきますからね。どういうことだって。ありがとうございます。サンキューパターン。ちなみに同じパターン使ってます。いや、そうなんですか、はい、なんで言い訳はできません。入りますね、よくこれは。負けず嫌いなんですけど、はい、結構難しいですよね。まあでもまあ7番で、はい、まあ、100ヤードぐらい転がして出すんですかね、はい、うんうんうん。理想はもう少し低弾道で、まあまあそうですね、まあ、転がすイメージだったんで、はい、うんうん、ちゃんとこうロフト立てて打てなかった、はい、助けクラブ忘れちゃったからユーティリティのアイアン型のクラブを家に忘れたみたいなんですよ、はい、5番で、はい、あの手前のバンカーを越えていくイメージですかね、うんうんうん。うわもうイメージだよ。ここも何とかちょっとパーを拾えるように、はい、次の4打目が大事になってきます。私は木が邪魔なのでレイアップします。はい、7番で残り100ヤードぐらいに残したいなと。怪物に勝つためには緻密に緻密にいかないと、はい、力でいっちゃうと負けちゃうので、はい、あの甲子園の時にもやっぱり、はい、特に延長に入ってからの大輔がすごくてですね、はい、もう三者凡退三者凡退でゼロみたいな。私はもうランナーを出してランナーを出してそこをなんとかを抑えてゼロみたいな、はい、今日のゴルフもそうですよね。そこが逆に上重さんの持ち味みたいな。持ち味なんですけど、そうじゃないとね、もう勝てないんですよね、世の中にはこんなすごい人がいるんだっていうのを一番最初に思ったのが松坂大輔ですからね、はい、何をしてもこうもうその持ってるポテンシャルが違うというか、はい、練習でどうのこうのはもうなかなかその差が縮まらないですよね、はい、ピンまでは100なので58度で、はい、
ございます。ナイスモンです。ここはちょっと相手がトラブってるので差を縮めたいですよね。ここはもうまあちょっとグリーンが受けてるんで、はい、まあ、しっかり突っ込めたらいいなって感じですかね。60度ね。はい、ナイスオービタビタじゃないですか。ちょっと待ってくださいよ。こういうのなんですよね。あれ入れてボギーとかですよね。どうした、あれ入れてパー、うん、これが怪物なんですよ。ですね、今日怪物の片鱗見せすぎですよね。なんて私バーディーパットなんですけど、なんかピンチみたいになってるんですよ。これはやっちゃいけないと。一点ピンチですもんね。外さないね。外さないよ。いやー、食らいつきますね。ナイスパーです。ナイスパーです。あれ、木に当たりましたよね。左打ち込んでましたよね。パー、簡単なパーですよね。リカバリーがちょっとおかしい。一打違う感じですよね。そうなんですよね。計算があれ日本の計算の仕方って変わりましたか。この間もそのね、あのアベマの撮影でも、はい、あの矢野東プロと、はい、一緒に、ま、こうやらせてもらったんですけど、はい、ミスはするかプロと、はいはい、やっぱそのプロとアマチュアの差は何か、はい、やっぱそのミスした時のからの、はい、リカバリーする、はい、力、ああ当然ミスする確率が高いわけで、はい、パーオンなんかしないし、はい、いかにショートゲームで、うんうん、あのパーを拾える、まあ、状況を、まあ、作り出すかっていうのが、まあ、うんうんうん、鍵になるって、まあ、もう会うたびに言われてるんですけど、はい、まあ、まず3ホールですけどここまではできてるんで、はい、はい、329のパー4で、はい、いつもはワンオンいく感じですよね。痛いですよね、視聴者の皆さん。痛い、ありがとうございます。いや、まあ、でも確かにそうですよね、まあ、夏ならこう後ろからでも狙うんですけど、はい、うまいですし、ま、脱ぎました。寒いました。寒いと言って脱ぐ、よくわからない、ね、脱いだっていうことは狙うってことですね。いや、だって多分ドライバーいらないもん、本当ドライバーいらない。329ですよ。安全に行きましたね。で、フェードで。うわー、うまい。おー。道なりに。ちょっと当たりは悪かったですけど、コースなりに。大人になったね。ちょっと捕まえて、はい、右からドロー打とうかなと思うんですけど、はいはい、右スポンゲート OB になっちゃうんで、はい、結局こっち選びました。左ラフ、あ、木に当たった、うん、手かとり。あのまま行ってるとラフに行っちゃうので、まあ、木に当ててフェアウェイに落とすと。フェアウェイに残ってるかも分かんないじゃん。やっぱり器用なんで、このゴルフの時も今もフェードを技と打ったりとか、変化球もそうですけど、やっぱり力もあるし器用なんで。ツーシームですよね、今のも。だって高校の時にあの当時チェンジアップ投げるピッチャーってまだそこまでいなかったんですけど、だってあの、あ、ね、漫画のブス島だっけ、うん、のチェンジアップのこの握り方を見て、それで練習して投げたんでしょ。いや、多分ね、そこはね、プロ入ってからだと思う。あ、でもサークルチェンジ投げてます。サークルチェンジ投げてた。サークルチェンジは、1個上の先輩、高校時代1個上の先輩が練習してた。あ、それでやっぱサークルチェンジって
コーチがね、言うようにあまり投げてるピッチャーいなかったから覚えたいなと思って、なんかストッパーブス島っていう漫画でその握りが出てきて、ブス島チェンジ、そう、それでそれを練習したら投げるようになったっていうのを聞いて、うん、PL にはそういった情報が入ってきたんで、本当ストッパーブス島ね、はい、PL にはなかったんで、タッチしかなかったんです見てください、日頃の行い、私、木に当たってあっちに弾かれてそして、松坂さん、あの手前これですよね、やっぱり持ってる男と持ってない男の違い124、ちょっと前の木が気になるんですが、はい、ピッチングで少し開いて、はい、何回やったんだよパチンコみたいなやってしまったこれはまずいちょっとちょっと82ヤード、はい、60度で、はい、はい、ピンチですこれ PL ピンチですよ横浜チャンス横浜チャンス、しかもすごいいい位置、60度で、あ、ちょっと飛びすぎちゃったかな、まだちょっと距離感が悪いですね、うんうん、ぽいですね、よかったっぽい、なんとか、あーでもあんなに行きますもんね、でもしょうがないです、これはもう、はい、ちょっと強かったですね、そのまま、おー、やっぱめちゃくちゃ綺麗です、おー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 え、なんだかんだボギーってこと、ボギーです、なんだかんだって言われましたあ、しかも思ったよりも行っちゃった、一緒かその気持ち分かったあれと一緒、あれと一緒です見ててください、上がったら同じスコアだと思います3ヤード60度、はい、あ、カチンしちゃった、でも結果的には止まって止まって、あ、いや、カツって入っちゃったからさ、紙一重しかない確かに今ちょっとトップ、割とイメージ的にはもう上げてこのなんていうんですかね、重さで落とすみたいな感じですか、まあ、トンコロコロコロですかね、はい、おお、オッケー、すいません、いただきます、ありがとうございま
よし上重さんロングパッドめちゃめちゃうまくないですか。いやもうほんとたまたま結構プライベートやつも、はい、すっげえとんでもない長い、はい、バーディーパッドとか、はい、イーグルパッドとか入れるマジっすか。そういうイメージで怒られるんですよ入れるとナイスとかって普通じゃないですか、はい、出たよ消えたよとかって怒られる。5番まで、はい、終わりました。僕が1オーバー、スタッチが2オーバー、1打差。いい勝負ですね。いい勝負ですね。PL 横浜戦のようですね。いやお互いちょっとね、粘り強く、粘り強く、はいはい、見せながら、まあ、いいゴルフ、ここまでいいゴルフ、そうですね、できてるんじゃないでしょうか。はい、はい、これなら、この後の、まあ、6番からも見てもらえますかね。見てくれると思うんで。チャンネルはぜひそのままで。そのまま楽しみにしてもらえたらと思います。はい、じゃあここまでありがとうございました。ありがとうございました。